こんにちは、長田剛です。この度ユミディさんよりね、また新たなスマートフォンが発売されるようですね。発売されるようです。ユミデジパワー3ということでね、全モデルがパワー無印だったかなっていう記憶なんですけど、まあそこよりも、ディスプレイサイズ、またその SOC、 それらがまあブラッシュアップされてるのももちろんそうですし、パワーという名前でしたから当時もね、バッテリーもさらに大容量のものになってます。その一番の特徴というところで、まずねスペックから載せてお話して、まあ下の方の項目になっちゃうんだけど、先に話すことが、バッテリー容量はね 6150mAh です。しかもね、他のスマートフォンメーカーと、まあ、近いというかね、同じようなことで 18W の高速充電にも対応ということになってますね。ここが一番の魅力ではないかと思いますね。まあ前の機種が 5000mAh ちょっとぐらいで、でディスプレイもここまで大きくないもので 190g 前後だったかと思うんですけど、なのでまあおそらく 200g は超えてきちゃうと思います。ただですね、大きな画面備えつつのバッテリーも大きいっていうところを考えると、まあ致し方ないところもあるのかなとは思うところですね。ディスプレイが 6.53 インチのフル HD プラスですからね。で、まあ F2 なんかと同じような感じでパンチホールのディスプレイを備えていたりします。 SOC がヘリオ P60 というところ、ここら辺がまあ F2 よりもちょっとこう落とし込んでるところですね。でストレージがね 64GB っていうのがちょっとねあれなんですよね。まあもちろんマイクロ SD で増設はできるんですけど、ちょっとストレージが少ないかなっていうふうには思ったりします。でそのマイクロ SD もSIM トレイが一応その2枚SIM 差し入れるところにプラスマイクロ SD スロットがあるっていうところなんで、2枚差しで運用する人も普通にマイクロ SD の増設をして使うことはできるようにはなってたりします。ここら辺は嬉しい配慮かなっていうところですね。はい、で Android 10っていうところと、まあその後で言うと、カメラかな、クワッドカメラ仕様というところで4800万画素4800万画素の、カメラを搭載していますね。で1300万画素の、超広角もありますし、あとは500万画素の深度、そしてマクロですね、撮影も可能というところになってます。で一応この4800万画素の、カメラのそのセンサーなんかもね、ユミデジとしては、センサーサイズも大きくしましたよなんていうところがアピールされていますね。ね、一応数字だけで言えばXperia 1よりも大きなセンサーを積んでたりします。はい、一応ねそういうこともやられていると、数字だけで言えばね、早いというところになってますね。またユーザビリティ考えた機能も当然ながら搭載されていてですね、分け合える充電ですね、それも有線ながら対応してたりします。 6000mAh を超える大容量バッテリーで積んでますけども、まあ例えば他のイヤホンは有線ではありますけど給電することもできたりしますし、まあ、あとは、まあ、時計なんかもいいでしょうし、友達のねスマートフォンにっていうのも一応その 10W での給電ということができるようになってたりしますから、まあそういうところでも、まあ、パワー3という名に恥じぬものにはなってるかなっていうふうには思います。でさっきねカメラなんかは超広角のものがねしっかりと搭載されてるなんて話はしましたけど、もちろんマクロ、そして最近流行りのスーパーナイトモードも一応は搭載してたりしますから、どうなるかっていうところですね。ユミデジ X も広角での写真が撮れたりしますけど、いまいちだったりします。正直なところ画質的にはいまいち、だからそこら辺を改善してきているのか否かっていうところもあってね、ちょっとこう気になるところではあるかなというところですね。まあカラーリングに関してはですね、俺ねちょっとね
iPod Nano ですかね。iPod Nano の、 あの横長の画面の時の iPod Nano があるじゃないですか。あのカラーバリエーションにちょっとね思い出しちゃった節がありましてね。まあこのミントグリーンみたいなところと赤とブラックの並びを見た時にねちょっと思っちゃったんですね。まああとカメラのデザインも賛否両論あるデザインかなっていうふうに思いますが、いかがでしょうかこちらね。割とこうインパクトのあるデザインに仕上がってるとは思いますけど、なんとなく iPod なのかない、やっぱその色味で、このねカメラの並びがどう評価されるかね。Pixel 4や iPhone 11、さらに広がってるカメラですから、これがどうなってくるかっていうところですね、はい。で毎回のごとくですけども、今回も10名へのプレゼントキャンペーンっていうのもねやるというところですから、そこら辺はね毎回エントリーしてる方は今回も漏れなくエントリーすると、ね、ただで手に入るかもしれないチャンスですからね。で今回も多分 YouTube のライブ配信で当選発表なんかをするんだと思いますけども、そこら辺も気に期待してっていうところですかね。で一応もうすでに価格出てて $199.99 っていうところです。まあ日本円にしたら 22,000円っていうラインかな。なんでまあ先日見せたユミデジ X とかそこら辺のラインだとは思いますけども、まあそれ以上に、バッテリーは積んでますし、まあディスプレイは液晶にはなってますけどパンチホールで大きくなっていてのフル HD プラスですから、まあよく動画を見たいよとかいう方々にとってはいいでしょうし、なんか細々したなんかまあスマートフォンのディスプレイですから、そこでなんか仕事の資料を見るにしてもまあ解像度高い方がね見やすいでしょうから、そういうのにもちょっと適してるかとは思います、ね。で11月の11と2にかけてこれがさらに安くなって $149.99 になるらしいんで、$150を切るというところですから、買うことがもう決定されてる方はそこを狙った方がいいのかなっていうふうには思いますし、まあ買うかちょっと迷ってる方はとりあえずキャンペーンのエントリーをするというところがまあよろしいんじゃないかなというふうには思います。個人的にはちょっとこのグリーン系がね綺麗な色だったらいいなっていう感じがしていて、ゴーラインがちょっと気になってますね。一応そのユミデジさんとはねコンタクトを取って、できるだけレビューはできるようにはしていこうかなというふうに思いますけども、まあ 6000mm 超えでフル HD プラスの、ね、ディスプレイ備えて手のまあ価格がね値下げされて150ドル切るっていうところだったら、これは十二分じゃないですかね。そういうこうビューワーがてら、あとはちょっとしたコミュニケーションツールとしてスマートフォンを使ってる方にとってはたまらないねスマートフォンになりそうな感じもしますけども、まあ、とりあえずその寸法とか重量っていうのがまだ出てきてないので、おいおいまたお話しすることになるかもしれないですけども、パワー3がねいよいよ出てくるというところになりました。ちょっと前からすでにサイトページとか用意されてたんですけど、いよいよキャンペーンも含めて始まるというところだったんで動画にさせていただきました、ね。カメラもなどうなるかってとこですね。マクロも2センチまで寄れるとかなってたりするし、センサーサイズはね一応エクスペリア1よりも着物を積んだりとかもしてるし、まああとはチューニングなんだよね本当に。分かるじゃん、エクスペリア1見てても分かるじゃない、やっぱチューニングなんだなっていう最後のね、そこによっていくらこんなセンサーだろうがあんなセンサーだろうがっていうところになるわけですから、そこら辺もうちょっとユミデジもねお金をねつぎ込んでやってほしいかなっていうところなんですけど、ちょっとこうまあ触ってみないとここら辺は分かんないですね。一応ねイミデジなんで中小メーカーだとどうしてもスペックにね引っ張られて
あとは低価格差でね、魅力的に見えてしまうところもありますけど、カメラは特に触ってみないと分かんないところありますから、今後どうなるかっていうところになってきますかね。スーパーナイトモードもね、一応もともとユミデジさんも明るめには撮れるようにはなってるんですけど、そこからまあさ最近のね流行りのこのスーパーナイトモード、どれぐらいのものになってくるのかね。え、広角もね、ユミデジ X で試した限りだとやっぱね画質が悪くなっちゃうのよね。色味とかもね焦っちゃうし、そこら辺どうなのかな。まあ試さねえとこれは今の段階ではちょっと言えません。期待はしない方がいいということぐらい、やっぱディスプレイとスタミナ、そこに期待っていうとこですかね。はい。あとはさっきもちょっと言いましたけども、SIM スロットが2枚とプラス S マイクロ SD がそれぞれ別であるので、そこら辺2枚差しで、例えばデータ専用の SIM とあとは通話 SIM を最小のプランにしてやってそれぞれ併用してるとか、または海外行ってちょいちょい使うことが多いなんてね、現地の SIM を使うことが多いなんて方、そういう方々にとってはすごくいいものになるかなっていうふうには思います。はい、ということでまた見てな、バイバイ。